いらっしゃい、B さん。もうどこで飲んでたの、もう最近。本当にもう。はいらっしゃい、ビュー。本当にもう、B さん。どこで飲んでんのよ、もういつも。本当にもう。ぶっ飛ばすわよ。しょっちゅう来ないとぶっ飛ばすわよ。うん、はいらっしゃいませ。バーワイズのお時間になっております。お姉じゃないわよ。お姉だわ。このクソ寒いのにね、ちょっと T シャツで、なんだろうな、何勘違いしたんだろう俺。あのお姉感出そうと思って、ちょっと T シャツ、ちょっとね、すげえ寒いなと思って。着た方がいいですよ。お姉感出しながらこういうのやると面白いのかなと思ったけど、寒いからもうやめます。お疲れ様です。はい、ね、あのお疲れ様です。で、さっきね、もうすでに1本取り済みなので、うちのお仲間さんはもうご存知かもしれないですけど、ちょっとお知らせしとかないといけないことがありますね。はい、おかげさまで、お仲間さんが2000人を超えております。はい、まあ、世間でいうところのチャンネル登録者数2000というね、ことでございます。うちではお仲間さんって言ってますけどね、なんていうか、まあ、ちょっと今日2000超えて、P さん、まあ、P さん来てもらってね、こういう切り番動画ってしょっちゅうやってるじゃないですか。ただ言ってもちょっと2000ちょっと超えたぐらいではさ、うちの動画って結構次の日に10人ぐらい消えてるからするよ。あれ昨日5人増えたけど今日10人減ってるみたいなことがあるんで、まあ、どうしようかなと思ったんですけど、うん、まあまあまあ今日ね、P さんも来てくれたから、はい、2000番の切り番ということで、ちょっと動画撮らせていただいてます。で、B さん、はい、じゃあその切り番もいいんだけど、ちょっとね、この間P さんとも動画撮りましたけど、滋賀県支部から、はいはいはい、アンドロイドステッカー送られてきたじゃないですか、はいはい、うん、やっぱりね、感謝状レベルですよ。そうですね、はい、お作りいたしました。はい、でー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 ん、はい、で、まあ、いつもやらせてもらってる儀式なのでね、いきたいと思います。感謝状をお作りしました。アカウント名がね、僕ちょっとコメントいただいた時とね、アカウントの名前変わってんだよな。でもまあまあ、ちょっと多分読ませてもらっても差し支えないんだろうなと思うんで、ちょっと行かせていただきます。はい、おっさんやっさん殿、はい。何言ってんのっていう話になるけどね、アカウント名ですんで、はい、感謝状、あなたはアンドロイドの発展に寄与し、ステッカーを、アンドロイドステッカーね、作成していただきました。この功績をたたえ、お仲間さんを代表して感謝の言葉を申し上げます。滋賀県支部をお願いします、かっこ笑い。お願いします。平成30年1月24日ワイズファクトリー代表加藤仁志と、ここごめんなさい、ちょっとコメントいただいた時のアカウント名があるんで、新しいアカウント名もおっさん屋さんとなって、上にちょっと書き直させてもらってます。こんな感じで感謝状作らせていただきました。ありがとうございます。おっさん屋さん見てらっしゃるかな、大丈夫かな、どうだろう。アンドロイドステッカーここにもありますけどね。で、僕まあ後々ちょっとね、たくさんいただいたんで、まあ、たくさん、まあ僕も後々ヘルメットとかね、僕が復帰するときオートバイにも貼らせてもらうし、はい、うちの若手で欲しいっていうのがいればちょっと貼り付けさせて宣伝させようと思ってますんでね。おっさん屋さんも滋賀県の方で普及活動に勤しんでいただくと、みんなで仲良く、そうなんね、だからアンドロイドってなんすかみたいな話もあったんで、またそういうこれはね、何回話してもいいかなと思うんですよ、ね、このおっさん屋さんがね、アンドロイドの考え方ってすごくいいよななんて、同じようなこといただいてね、賛同いただく方が多いので、で、まあまあさらにね、この話は何度してもいいかな、アンドロイドって何みたいなお話はまた、お仲間さんからもまたアンドロイドの話してくださいみたいなコメントもいただいてるんでね、ミスター M さんね。また名指しで言っちゃったけど。まあまあそういうことでまたやっていきたいと思っております。はい、感謝状がこんな感じか。アンドライドで来まして、うん、ね、いやまあ意外とこの話に関してはこれだけなんですけど、 P さんの方何かありますか。特別何もなく、ないですけどね。何
なんか楽しい話ないですか、最近は。そうですね、雪で大変だったということぐらいですかね。まあ雪がね、いやまあそうだよね。あのほら、あの僕なんかでさ、あの雪の日、月曜日かな。そうですね、月曜日、うん、月曜日か。何日だ、月曜日ですね。22日の大雪の日か、ね、吹雪いてる中でちょっと2人で雪見動画だとかって、もうやけくそだけどね、あれもね、やけくそ動画撮ってましたけど。あ、あのちゃんと大丈夫でした。何が長靴履いて帰ります、帰りました。いやいやいや、もうびちょびちょやっぱりね、帰りましたよ。で、いや次の日ね、いやこれがまたすごいんだ、あの神さんがさ、靴、びちょびちょの靴乾かしておいてくれて、いや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 、もうなんつうの、あのあれだよね、豊臣秀吉と信長の関係みたいな、あのもう、はいはい、うちの神さんが草履を温めておいてくれるみたいな。猿出かけるぞ殿みたいな、まあ、それで出世したから、ね、うーっつってうーっつって、まあ気持ちは良かったけどね、本当まあ神さんには感謝してほしいじゃないですけど、そうね、まあまあ無事にね、うん、ただあのね、Pさんね、なかなか面白いのがね、あの日すごいコメントもいっぱいいただいて、はいはい、で僕あのちょっとね、動画一日いろんなの上げてて、ええ、まあしまいには Pさんの雪見動画だとかって、やけくそで動画撮ってたけど、ええ、あのなんだろうね、面白いのがさ、あっちゃこっちゃで、オートバイ関連の動画がアップされてたわけですよ。で僕は自分の考え方として、雪道バイクで走るな持論があるのでね、その頃世間では、ちょっとあのオートバイ関連の動画が、積極的にあの雪道を走ろう動画みたいなしまったーと思って、真逆のベクトルで動画がアップされていると思ってね。いやいや、まあでもね、それって別にほら、冒険したい人はやってもらったらいいよ、うん、まあ、うちの動画って白帯さん相手にさ、積極的に雪道をこうして走れみたいな、ね、うん、おまけにね、俺はね、あの黒帯さんだってさ、装備して自信のある人、いいよ、かあの雪道走ってもらっていいけど、違うよ、関東圏の人たちって雪道慣れてないから突っ込んでくるよ、うん、素人さんが、本当ブレーキ踏んで止まらないみたいな人がドカーンと来るから、うん、俺はだからなるべくうちの若手にはあの用事がね、よっぽどの用事なければもう表出るなって言ってるから、うん、もうこたつで丸くなってるっつって言ってるんでね、うん、それはだから自分が危ないとかじゃなくて突っ込まれる可能性もあるからね。そうですね、そうそう、巻き添えを食うとかってね、だからなるべく出ないに越したことはない、うん、それはあの雪道を走るなんて、クロスサーキットで遊ぶとかっていう話はまた別だけど、うん、山道で遊ぶとか、そうですよね、人に迷惑かけないところで遊ぶのはいいと思う、うん、まあ、それだけちょっとお話ししたかったんだけど、もう切れちゃう。